ありがうごこんにちは。ぜひこれ、それでは今回なんですけども、メルペイ後払い上限額の基準は、金銭的な判断ではなく、メルカリの利用実績がポイント、9月のキャンペーンのお知らせということで、ちょっと長めのタイトルなんですけども、今回はメルペイの後払いの上限額が、金銭的な判断ではないということと、そして、9月の中旬にキャンペーンが開催されるかもしれないという2つに分けて情報をシェアしていこうと思います。 ま、この、そもそもメルペの後払いとはということなんですけども、すでにもう使っている方も多いかと思います。ま、後払いの機能は、メルペの設定で後払いとして決済をする設定をして、いろんな加盟店で決済をしたら、翌月にメルペの残高で支払ったりとか、ま、コンビニや銀行口座から生産をするという機能ですね。 このメルペの後払いの上限額はかなり人によってはバラバラみたいで、僕の場合は以前動画でもお伝えしたのでご存知の方も多いと思いますが、最初は1000円だったんですけど、なんとですね、今見たら3万5000円になってるんですよね。 これは一気に3万5千円になったわけでもなくて、1ヶ月後に1000円から5千円になったり、そこから今の3万5千円という流れで来ちゃってるんですよね。そして今回のお題でもある、このメルペの後払い、実は金銭的な判断ではなくて、メルカリの利用実績によって判断されると参照資料に記載がありました。メルカリの売ったり買ったりする時の情報とか、 本人確認の状況に基づいて決まるみたいです。なので、メルカリでの発送期限を守っているかとか、購入を検討しているユーザーに対して適切に対応しているかどうかというのが大切になってくるということですね。なので、取引情報から AI 技術を活用したりとか、そしてシステムが提示する利用額の範囲内でメルペを使うユーザー側で上限の設定ができるというものになっています。まあ、もともとクレジットカードを作成する場合は、まあ、金属年数であったりとか、 まあ年収などいわゆる社会的信用をもとにそれぞれの利用限度額を設定するみたいなんですけどもそれを払拭するために今回メルペイではメルカリの利用実績などをもとにこのようなシステムにしたということみたいですいやまあ確かにこのメルペイの後払いだとなんかこういやらしさがないというか いやらしさを感じないというか、まあ若い方でも気軽に使えるということもできますよね。もちろん使いすぎには注意が必要ですけども、クレジットカードを作ったりとか審査があったり、その状況を見事に取っ払うことができるのは、このメルカリ、そしてメルペの仕組みがあるからこそだと思います。メルペの限度額に関してはここまでなんですけども、ここからはちょっとしたメルペの情報ですね。まあ、多分ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、こちらメルカリのお知らせブログというメルカリの公式が運営しているブログがあります。 ありまして7月の16日に更新されていた情報でそれがこちらなんですけども赤枠の中なんですがメルペイキャンペーン予告いつもメルカリメルペイをご利用いただきありがとうございますメルペイではお客様により便利でお得にお使いいただけるようキャンペーンの開催を予定してますということで今後開催予定のキャンペーンのところに 9月中旬から全国のメルペイが使えるお店でお支払いいただくと、ポイント還元されるキャンペーンを開催予定ですということですね。これ何が言いたいと言いますと、現在メルペイでは友達招待でそれぞれ1000ポイントがもらえるススメルペイというキャンペーンが実施中なのはご存知かと思います。まあ、なので、それでもらった1000ポイントで、 今度開催されるであろう9月中旬のキャンペーンに備えるのがベストかなと思いました。まあ、それがメルペイポイントが必要かどうかも。まあ明確ではないんですけども。僕は一旦ポイントは使わず。 ある程度残しておきたいなと思います。もちろんこれはご自身の判断にお任せします。まあ、そんなこんなで今回はメルペの上限額の基準、そして9月中旬にもしかしたらキャンペーンが開催されるということについてお伝えしました。まあ、毎回メルペの還元がいい意味でぶっ飛んでるキャンペーンばっかりなので、次のキャンペーンもちょっと楽しみにはしています。今回参考にした資料とメルカリの公式ブログについてのリンクも下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。